明殿寺前の旧の打道了承寺前の旧鶴木道、国体寺前の旧鶴木道元年寺浦の路地、寺町寺院群は、石川県金沢市寺,寺町、野町にある寺院の総称である。半世紀に一向一揆に対する防衛策として、西川流域にあたる、この地に寺院が集められた。同様にして、金沢城の東側の宇達山には宇達、山々六寺院群、 南東の小立の大地には小立の寺院群が形成された。忍者寺として知られる両立寺をはじめ70近くの寺院が立ち並び、市内の3つの寺院群の中で最大規模である。2012年12月28日に寺町、野町、弥生の各一部22.0ヘクタールが金沢市寺町大伝統的建造物群保存地区の名称で、 国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。また、寺町寺院群の鐘は日本の音風景百選に選定されている。千日、超一。本尊は、コンピラ大権現。作家、室生再生が幼少の頃を過ごした寺であり、彼の小説、生に目覚める頃にも登場する。松尾芭蕉の弟子。 小杉一生の菩提寺として知られ、一生塚が残る。前田俊長の性質玉千維の菩提寺。五百羅肝像を所蔵する。前田利家の長女春勝ツラインの菩提寺。木村宇山の友禅作品と願掛け寺として知られる。金沢四大仏の一つと言われる、阿弥陀如来像を所蔵。科学者、高峰上吉の菩提寺。大久保利道を暗殺した、藩士の活動拠点であった。 金沢四大仏の一つと言われる寄木作りの阿弥陀如来座像を安置。小松城から移植された桜が、正月寺の桜として、国の天然記念物に指定されている。高山右近と隠れ、霧下にゆかりの寺として知られる。宮崎漢喜寺作の鐘がある。稲荷大明神を祀っている寺院。前田利家の六女である菊姫の菩提寺として知られ、半世時代より、 金沢城下町に伝わるすべての霊場に指定されている。前田利家をはじめとする加賀藩の歴代藩主の祈願書だった。参道には多くの地蔵が立ち並ぶ。無縁物の人骨で作られた地蔵村がある。前田利家の四女であり、後に浮田秀家の正室となった郷姫の菩提寺として知られる樹齢400年を超える木々が生い茂る。 芋掘り東五郎の伝説で知られる、国の重要文化財に指定されている銅像、阿弥陀如来座像を所蔵、旧大区、山上前衛門の墓がある、加賀野菜の竹の子の祖、岡本右大夫の菩提寺、境内の銅団筒子が、金沢市の天然記念物に指定されている。様々な仕掛けやからくりがあることから、忍者寺として有名である、加賀藩の祈願書として建立された。 金沢市内最古の寺、アメカイ幽霊の伝説で知られる、前田利家により、城下町の守護祈願のため建立された、須佐のお孫を祀っている、織田信長を祀った神社である、前田利常が建立した、西川から寺町に通じる、石松坂。作家、井上康が、学生時代に通学路に使ったことでも知られ、彼の作品、北の海にも登場する。 ありがとうございます。